今週の深掘りしゃべる。今日は山の日ということでですね、山の魅力をこの方に語っていただきます。はい、日本山岳ガイド連盟認定ガイドで健康と山歩き旅のプロとして国内外でたくさん山歩きを企画同行され、本もいっぱい出されております。はい、清水正弘さんです。ようこそ清水さん。はい、よろしくお願いします。なんか山以外で会うのよ、久しぶりじゃないですか。そうですね、スタジオで会うのはね。そうですね、はい。今年はもう8月ですけど、今年前半はどんな山を、そうですね、あまりにも暑すぎるんでですね、暑い山はあまり行かずにですね。暑い山と涼しい山ってあるんですか。やっぱりその日陰の多い山っていうのはあるんですよね。いわゆる、まあ、森林浴ができるような山ですとか、はいはいはい、それから渓流沿いにその道がついてるような山ですとかですね、そういったようなところを選びながら行ってるっていう感じですね。今まで清水さん、山って何個って数えていいんですかね。いや、ちょっと個数はわからないです。同じ山に、何回もっていうか、春夏秋冬通じて行ったりですとかしてますんで、まあ、年数から言うとどうでしょうかね。もう山を始めたのは高校の頃からですから、かれこれ40年、1年に何回ぐらい山登ってるんですか。その回数もちょっとわからないですけど、まあ、日数から言うとですね、だいたい3分の1の100日強ぐらいは山に入ってるんじゃないのかなっていう。すごい。そんな、まあ、山を知り尽くした清水さんにですね、はい、私が愛する山、うん、まあ、山辺も含むんですよね。そうですね、はい、山の中心、はい、山を中心にした山辺も含めてですね、清水さんのベスト3を今日は、うわ、これ絞れます、ちょっとね、聞いていこうと思っております。はい、じゃあ清水さんお願いします。まず清水さんが愛する山一つ目は。そうですね、この広島県内のですね、東部の方にある庄原市っていうところですね、うん、そこにある檜山っていう山をその最初に選ばさせていただきました。はい、檜山は広島県庄原市にあります標高1264メートルの山で、うん、中国山地の中部にありまして、檜山道後帝釈国定公園に属しています。もう馴染みのある山ですよね。私たちも途中まで、入り口まで行きましたよね。入り口の滝までですね、でね、行きましたよね。すごい木が、巨木の杉の巨木ですよね。はい、すごかった。空気が違ってました。麓でもそうですよね。そっから何時間ぐらいですか。そっからその頂上まで、その今おっしゃってる杉の巨木のところは熊野神社。はいはい、熊野神社からいわゆる檜山の頂上まではですね、やはり片道2時間半ぐらい、ゆっくり歩けば3時間程度ぐらいでしょうかね。なんでここを愛するんですか、清水さん。いや、もうまさに今地元さんにおっしゃっておられてた、空気感が変わるところがですね、その熊野神社、これがな、いろんな4つある、登山道の一つなんですけれども、そこ結界になってるんですね。結ぶ会の結界ですね。はい、何の結界かということが一番重要なポイントでして、はい、これいわゆる古事記日本書紀って言われる古事記がありますね。はい、古事記のあたりに冒頭にイザナミの神とイザナミの神っていうですね、はい、男性の神と女性の神とか日本の国を生んでいくわけなんですけど、その女性の神がイザナミが亡くなった後葬られたと言われている伝説がこの檜山に残ってるわけなんですよ。檜山の頂上にその墳墓って言われるですね、イザナミの墳墓っていうお墓っていうね、があるというですね、そういう伝説が随分古くからあって、ですからまあ言ってみたらここは何ですかね、スポーツ的な登山というよりかは、いわゆる皆さん信仰登山のような形で、まあ、聖なるゾーンだったわけですよね。そう、昔からですね。昔からですね。で、特に江戸時代なんかにはですね、1日5000人ぐらいの方々がこの山にいわゆるそのお参りに参拝に行ってらっしゃるんですよ。やっぱ山って聖なる信仰が、やっぱそうですね。登山、スポーツ登山っていうのはもう本当に近代に入ってくるんですから、その前の日本人が山に対する見方っていうふうな、そういうふうなもののオリジンみたいなものがやっぱりここには見れるっていうですね。ちょっと行っとこうよ、岡さん、私たちも2時間半かけて、家が2時間半で聞いてやめたのよ。行く途中は険しいんですか。いや、そうでもないです。そうでもないですか。ちょうどお連れした滝、長能の滝ってですね、はいはい、あそこぐらいまでが一番傾斜が、その激しいんです。あ、そうですか。ですから残念でしたね。あれから非常に楽に楽に行けてたんです。そ
そこまで行けば、はい、じゃあゆるゆると登れる。あとはそうですね、ゆるゆると上がっていくっていう感じです。なるほどね、はい、信仰の聖なる山が、はい、今山、うん、そうですね、はい、